淡路は日本海軍のミクラ型解剖艦の3番艦です。解剖艦とは沿岸警備、船団護衛、対潜哨戒等を主要任務とする艦のことです。南方資源を本土に輸送するシーレーン確保のために、淡路は輸送船とともに太平洋を駆け回りました。日本軍が行った中部太平洋方面への増援部隊輸送作戦、松輸送の船団護衛に従事します。1944年2月26日、モタ06船団9隻を護衛。3月24日、タサ31船団16隻を第19号苦戦艇特設砲艦北京丸と護衛。3月28日、市民01船団に合流し護衛。5月4日、駆逐艦ハスラとミ02船団17隻を護衛。5月23日、むつれ沖に到達したところで単身佐世保へ開港します。佐世保海軍工廠で単身儀記録機の設置工事に従事。5月29日、非65船団12隻を護衛し門司を発。6月2日、船団は仮称島の東方、北緯22度42分、東経121度42分の地点で、アメリカ潜水艦ギターロの攻撃を受けます。ギターロはタンカーに向けて魚雷を6本発射しました。その魚雷を発見した淡路は、船団機関の恵順下士に魚雷発見を報告した直後に自ら雷石に入り込みます。船団を守る、速度最大からいっぱい雷石へ向かえ。魚雷は淡路に命中し轟沈。解剖艦長の2機構造少佐以下乗員76名が戦死しました。淡路の名は現在海上自衛隊の掃海艦淡路 JS 淡路 MSO304 に受け継がれています。淡路は平成25年度計画掃海艦304号艦として JMU ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所鶴見工場で2014年2月27日に寄港され、2015年10月27日に浸水、2016年9月24日に行使開始、2017年3月16日に就役し、掃海隊群第一掃海隊に編入され、横須賀に配備されました。あなたにも先人の声が聞こえます。